こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画ではクールビズ完全版ということでお届けをしてみたいなというふうに思っています。ここ数年ですね、ビジネスウェアのカジュアル化の影響でどんどんクールビズが浸透してるんですが、ここ1年でさらにですね、そのスピードは加速したんじゃないのかなというふうに思っています。まあ皆さんの職場でも結構ですね、クールビズを採用しているところも増えてるかなと思いますし、まあ夏場であればネクタイを締めてる方の方が圧倒的に今は少ないのかなというふうに思っています。さらにここ1年に関しては在宅勤務の方も増えていますので、よりクールビズですとかビジネスウェアのですね、カジュアル化というところは大きなテーマになっているのかなと思いますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、今回はですね、僕の中でクールビズはこの7点だけ揃えておけばまず間違いがないだろうというものをセレクトして実際に持ってきてみましたので、こちらをですね、1点ずつ解説をしながら皆さんにですね、クールビズの知識を深掘りしていただきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方でいろいろと解説をしてますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから解説をしていきたいなと思ってるんですが、一つ目は今僕が着てるこちらですね、ネイビーのセットアップですね。まあ、セットアップについて軽く触れておきたいなと思うんですが、まあ、いわゆる見え方的にはスーツなんですけども、セットアップというのは一応単品購入ができるようなジャケットとボトムスの組み合わせなんですね。ですので、このジャケットだけでも販売してますし、ボトムスもこれだけでも使うことができるような単品で販売しているものなんですね。まあ、普通のスーツに比べると、セットアップのジャケットというのは肩パッドもですね、省略されていますし、着丈のバランスもやや短めで、まあ、全体的に少しカジュアルな印象になるんですね。あとボトムスに関してもシルエットがちょっと違いまして、通常のスラックスに比べると細身になっていたりだとか、あとは場合によってはもっとですね、ゆったりめで今っぽいシルエットものもあったりするんですね。まあ、正統派なスーツよりも少しですね、カジュアルな雰囲気のものが多いわけなんですが、今僕が履いているスラックスも結構ストレッチが効いていて、なおかつですね、ちょっと細身になってるんですね。まあ、こういったスーツよりもですね、カジュアル使いができそうなセットアップというものが一つあるとクールビズにはすごくいいかなと思っています。結構ですね、いつも着てるスーツをそのまま使っている方も少なくないんですが、やはりクールビズ用のセットアップというものを一つ用意していただいた方が、ノーネクタイのスタイルにはやっぱり相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、ネイビー無地のセットアップからご用意をしていただきたいなというふうに思っています。まあ、先ほどもちょっと触れましたが、このようなネイビー無地のセットアップであれば、単品使いができるんですね。まあ、後ほど出てくるアイテムと組み合わせを変えながら単品使いをするのもいいかなと思うので、まずは一番の土台としてこのネイビーのセットアップは皆さんには揃えていただきたいなというふうに思っています。まあ、最近はですね、こういったセットアップはいろんなお店で売っていまして、ユニクロでも購入ができますし、あとはセレクトショップのオリジナルなんかもいいかなと思うので、ユニクロ、グローバルワーク、グリーンレーベル、あとはナノユニバース、エディフィス、まあ、このあたりのショップの中から皆さんの予算に合わせてネイビーのセットアップを買い揃えていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今僕が着ているこちらのストライプ柄のシャツですね。これはクールビズのシャツとしては個人的には一番おすすめしているものになります。まあ、シャツにはですね、様々なバリエーションがありまして、オーソドックスなところで言えばホワイトだとか、あとは淡いブルーなんかがあるかなと思うんですけども、一方でこのストライプのシャツというのはややですね、そういった2つのものに比べるとアクセント的な要素があって、持ってる方はそこまで多くはないかなと思っています。まあ、もちろんですね、白だとかブルーのシャツも悪くはないんですが、割とですね、そういったオーソドックスなシャツだとどうしてもネクタイをし忘れたような印象になりがちなので、僕は1枚で着るのであれば意外とですね、こういったストライプ柄のシャツというのが使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、もちろん今回のように1枚で着てもいいですし、この上に先ほどのですね、ネイビージャケットを羽織ってあげても結構バランスがいいんですね。特にジャケットを羽織った時だと、白シャツだとかブルームチシャツはどうしてもネクタイをし忘れた感じが強く出すぎてしまうので、個人的にはですね、こういったストライプシャツの方が良いアクセントになるのかなというふうに思っています。
そしてできればですね、こういったストライプ柄のシャツは半袖ではなくて長袖の方が僕はバランスがいいかなというふうに思っています。まあ半袖の方が確かにですね、涼しくていいんですけども、この二の腕が見えるのはですね、なかなかスマートに見えない部分があるので、もし暑いなと思う時には長袖のシャツを腕まくりをして着るというのが僕は結構バランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、こんな形で腕まくりをしていただくと、まあ、ここまでですね、袖がないのと、このあたりぐらいまで肌が見えるのとではですね、結構バランスが違うんですね。まあ、素敵に見えやすいのはですね、長袖のシャツの腕まくりかなと思うので、もしですね、極端な厚がいではなければですね、このような形で長袖のシャツを腕まくりをしながら着るというものもですね、試していただければなというふうに思っています。あと大切な項目なんですが、襟をぜひ見ていただきたいんですね。シャツって結構様々な襟型があるんですけども、その中で僕が選んでいただきたいと思っているのが、今着ているようなワイドカラーのものですね。まあ第一ボタンを閉めた時のこの襟の角度が広いもの、これをですね、ワイドカラーと呼んだりするんですけども、こういった襟型のものの方が上にジャケットを着た時の襟の収まりがいいんですね。これがレギュラーカラーと呼ばれるような、結構この襟のですね、角度が狭いものだと、この上にジャケットを羽織った時にですね、意外とバランスが良くなかったりするので、まあシャツの襟型を選ぶのであれば、ワイドカラーを選択するか、もしくはボタンダウンと呼ばれるような、襟をですね、ボタンで固定するタイプのもの、これを選んでもらえば、まず間違いがないかなと思うので、ぜひこのあたりもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですけども、今僕が着ているこちらのアイテムなんですが、こちらはですね、半袖のニットというアイテムなんですね。まあ、単品で見ていただくと、ビジネスウェアっぽい感じは全くしないかなと思うんですね。まあ、それは間違いがなくて、重いですね、カジュアルシーンで着ることも多いアイテムなんですが、これがですね、意外とクールビズでも使いやすいアイテムになってるんですね。というのも、このアイテムというのは単体で着るのではなくて、この上にですね、ジャケットを着るというスタイルが結構ハマりがいいんですね。ちょっとやってみたいなと思うんですが、まあこういった半袖のニットというのは、T シャツに比べると少しですね、生地の質感のおかげで上品な感じがするんですね。よくですね、ネイビーのセットアップに対して内側に T シャツを着るというスタイルはよくやるんですが、それはそれで鉄板でいいんですけども、どうしてもですね、T シャツの生地感がカジュアルに移りすぎてしまうので、それが NG という場合もあったりするんですね。ですので、そういう場合には、T シャツよりも少し見え方が上品になる、このようなニット地を使いながらも、見え方は T シャツのようなアイテム、これを持ってくるとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、上にジャケットを着てみるとこんな感じですね。まあ、よく見たことがあるような見栄えになるかなと思っています。もう定番的かなと思うんですね。ただ T シャツよりも少し綺麗めな感じが漂いやすいので、ぜひですね、半袖のニットというところを皆さんにも活用していただきたいなと思っています。まあ、通常のニットのような長袖だとですね、もう夏場はどうにも暑くなってしまうんですが、一応半袖になっているので、ほぼ T シャツのような感覚で着れるので、意外と便利なアイテムかなと思っています。このようなアイテムも結構ですね、様々なセレクトショップなんかで展開をしてますので、ぜひそういったものも参考にしながら、半袖のニットですね。まあ、色としてはですね、白だとか、あとはグレーだとかブラック、このあたりが使いやすいかなと思うんですが、僕は清涼感のあるホワイトが使いやすいかなと思うので、ぜひこういったものもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今僕が着ているこういったポロシャツですね。これまたですね、最近のクールビズでは割と着るようになったアイテムかなというふうに思っています。まあ、先ほどですね、シャツを着るのであれば、長袖の方が半袖よりもいいという話をしたかなと思うんですが、まあ、このポロシャツというのはまさに半袖なわけですね。できれば長袖の方が見栄えはいいんですが、このようなポロシャツも1枚あるとですね、夏場は快適に過ごしやすいかなというふうに思っています。まあ、ポロシャツといっても様々なカラーバリエーションがあったり、素材の感じによって見栄えが変わってくるんですが、個人的にちょっとおすすめなのは、今僕が着ているようなニットポロですね。これまたですね、先ほどのニット T シャツと同じようにですね、上品な雰囲気が漂いやすいアイテムなので、割と持っておくと便利なアイテムかなと思っています。で、カラーバリエーションに関しては様々なものがあって、白だとか、ネイビーだとか、ブラックだとか、あとはダークグレーだとか、明るいものなんかもあったりするんですが、ビジネスシーンで使うのであれば、やっぱりですね、ベーシックな色合いが間違いのない選択かなと思っています。その中でも白系のポロシャツだと結構ですね、おじさんっぽく見える可能性があるので、僕はネイビーだとかブラックのような濃い色の方が結構ですね、見栄えとしてはいいのかなというふうに思っています。
今回はセットアップのネイビーのパンツに対してブラックのですねニットポロを着てるわけなんですが、まあ、こういったスタイルでもう一つですねクールビズを組むことができますし、この上にですねジャケットを着るというスタイルも意外とバランスがいいのでやってみたいなと思っています。まあ、結構ですねポロシャツというと単体使いをする方が圧倒的に多いんですが、意外とこのようなジャケットと合わせるスタイルもまあ好きな方も多くてですね、ファッション業界の方ですとかちょっとおしゃれな方はよくやるスタイルなので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあその際にはですね、僕はボタンは全部閉めた方がバランスがいいなと思っていまして、ネイビーのセットアップに対してブラックのポロシャツというですねちょっとシャープな見栄えのクールビズというのも一つですね参考になるかなと思うので、よかったら皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて5点目のアイテムは今僕が履いているこちらですね、グレーのスラックスというアイテムになります。まあ、先ほどまでですねネイビーのセットアップを着ていたわけなので、基本的にはボトムスはネイビーのスラックスになっていたわけなんですが、バリエーションはですね1本だけではなくてもう1つ用意しておくといいかなと思っています。その場合にあると便利なのが今僕が履いているようなオーソドックスなグレーのスラックスなんですね。まあ、こういったものは定番的なんですが、やっぱり1本持っておくとすごくいいかなと思っています。ただグレーという色はですね結構様々な範囲がありまして、明るいものからほぼ黒に近いものまであるんですが、その中でも使いやすいのは今僕が履いているような大体中間的なグレーですね、ミディアムグレーと呼んだりするんですが、明るいとですね結構これはこれでおじさんっぽく見えやすかったりしますし、ブラックに近いと重たく見えたりするので、個人的にはですねこのようなミディアムグレーが使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。ちなみにグレーのスラックスは手持ちのグレーのスーツのスラックスだけを使うというのは NG なので、先ほどもちょっと触れましたがスーツのスラックスとこういったビジネスカジュアル用のスラックスはシルエットは変わってくるので、ぜひですねこういったグレーのスラックスはスーツカンパニーですとか、あとはグリーンレーベルですとか、または予算を抑えたい場合はユニクロの感動パンツでいいかなと思うんですが、単品でこういったスラックスを1本用意しておくとすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひですね皆さんも買い揃えていただければなと思っています。まあ、ちなみに今のコーディネートなんですが、ネイビーのジャケットに対してグレーのスラックスというのはですね、いわゆるビジネスカジュアルと言われるところの鉄板のコーディネートになるようなものなんですね。一番最初に挙げたセットアップのネイビージャケットとこういったグレーのスラックスで一つのですねパターンを組むことができるので、ぜひこういったスタイルも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて6点目のアイテムは今僕が持っているこちらのですねブラックのローファーというアイテムですね。これまたですね一足靴を持つのであれば、ぜひ皆さんには新調していただきたいものかなと思っています。まあ、スーツスタイルに合わせる靴というとストレートチップだとかプレーンっていうがですね一般的かなと思うんですが、まあ、そういったものをですねクールビズのスタイルと合わせてしまうと少し重たく感じてしまうんですね。ですのでクールビズのややカジュアルな雰囲気に合わせて革靴も少しですねカジュアルな方向に振ってあげた方がバランスがいいかなと思っています。ではカジュアルな靴はどんなものなのかというと、今僕が持っているようないわゆるですねローファーですね、こういったものが一足あるとすごく便利かなと思っています。紐がないのでサクッと履きやすいですし、普通の革靴に比べるとややカジュアルな感じも漂いやすいので、ぜひですねシンプルな黒のローファーというものは買い揃えていただければなというふうに思っています。特に今の僕のようなネイビージャケットにグレーのスラックスを合わせて、インにはこういった襟付きのシャツを合わせるようなスタイルだとクールビズの中でも綺麗めの方向なんですね。そういった時には足元はレザーのローファーがいいかなと思うんですが、もう少しカジュアル感のあるクールビズスタイルに関しては、僕はですねローファーもいいんですけども、ぜひおすすめしたいのがこういったですねレザースニーカーですね。ブラックのレザースニーカーがあるとすごくですねクールビズにも使い勝手がいいかなと思っています。まあ、スニーカーというジャンルではあるんですが、アッパーはですねブラックのシンプルなものになっているので、意外とですね上品に見えるんですね。ですのでセットアップのスタイルなんかにも使いやすいので、先ほどご紹介したような白の半袖ニットだとか、あとはポロシャツなんかのスタイルにはこういったレザースニーカーが相性がいいかと思いますので、まあ、どちらかを持っておくとすごくいいかなと思っています。個人的にはスタイルに合わせて靴を変えてみるのもいいかなと思うので、ブラックのローファーと黒レザースニーカー、この2つがあってまず損することはないかなと思うので、ぜひ皆さん覚えておいていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目のアイテムなんですが、今僕が持っているこちらのですねレザーのトートバッグというアイテムですね。まあ、バッグもですねやはり革靴と同様に普
通のスーツスタイルよりは少しカジュアルな感じのものを合わせた方が僕はバランスがいいかなと思っています。スーツスタイルでレザーのブリーフケースだとか、あとはナイロン製のもう本当にオーソドックスなブリーフケースを持っている方も少なくないかなと思うんですが、このようなクールビズのスタイルにはややですね、持ち手が長くてカジュアルな雰囲気のするですね、レザーのトートバッグが1個あるとすごく便利かなというふうに思っています。このようなものであれば、割とですね、カジュアルながらもですね、革の質感のおかげで上品な雰囲気もある一定保つことができるので、1個あるとですね、すごく万能かなというふうに思っています。僕は縦長のシンプルなものを使ってるんですが、こういったものであれば、中の作りはシンプルなんですけども、結構 PC から様々な荷物も収まりやすいので、すごく便利かなと思っています。結構ビジネスカジュアルから、場合によっては私服でも使うことができるので、1個あるとこういったものも便利かなというふうに思っています。もうレザーのトートバッグというのは結構ビジネスカジュアルシーンではベーシックなアイテムになっているので、様々なセレクトショップでも展開してるんですね。おすすめはグリーンレーベルのものですとか、あとはスーツカンパニーなんかにも取り扱いがありますので、そういったものを使いながら、クールビズに合ったバッグというものもですね、ぜひ皆さんには新調していただければなと思っています。まあ、ちなみに色に関しては、まあ、鉄板はブラックかなと思うんですが、少し変化球を交えるのであれば、ネイビーですとか、ダークブラウンという色なんかも少しカジュアルな雰囲気が取り込めるかなと思うので、そういった色も含めて検討していただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではクールビズ完全版ということで7つのアイテムをですね、皆さんにご紹介をさせていただきました。これらのアイテムがあれば十分ですね、クールビズ乗り越えることができるかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、結構ですね、オーソドックスなクールビズのスタイルからちょっとカジュアル感のあるものまでご紹介させていただいたので、あとは皆さんの職場の環境と照らし合わせながらどのスタイルがしっくりくるかなというところをですね、ぜひ考えながら取り入れていただければなというふうに思っています。ちなみに今回お届けした動画の内容に関しましては、僕がですね、ノートというプラットフォームの中で販売をしてますクールビズの教科書というコンテンツがあるんですが、その内容をですね、一部抜粋したものになりますので、もう少しですね、詳しくクールビズについて学びたいだとか、あとは具体的にどんなアイテムを買えばいいのかを知りたいという方は、ぜひですね、動画の下の説明欄にですね、クールビズの教科書のリンクも貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。